ただいま。お疲れ様。札幌市の小学6年生、山田ゆなさん。学校から帰ってきたら、ペットのウサギと遊ぶのが日課です。かわいいね。コントローラーを持って始めたのはゲームかと思いきや、突然音楽に合わせて踊り出しました。 Number 22 Yuna Yamada。実はユナさん、世界的なコンクールで一番になったバレエダンサーなんです。週に5日バレエ教室に通っているユナさん、毎回レッスンが始まる40分ほど前にはスタジオに入り、一人でストレッチや筋トレなどのメニューをこなします。1回のレッスンは2時間から3時間ほど、ほとんど休みなしで続けます。まずもちろん持って生まれた素質、スタイルもそうだし、柔軟性、足のラインも綺麗なんですけれど、そういう子って実は意外にたくさんいて、でもその素質とか持ってる才能をやっぱり生かすには本人の努力なので、才能がありながら努力もするところが彼女の伸びの速さというか、日々の努力がユナさんの足に現れています。足の甲が描く曲線はバレエを踊る上で重要なポイントの一つ。こうやって押して、すごいね。こう出してかつま先を伸ばすっていう。すごい。毎日欠かさず足首のストレッチや足裏の筋トレをした賜物です。バレエ歴15年の記者と比べてみると。一斉ので。その差は歴然。物心ついた頃から音楽に合わせて踊ることが大好きだったユナさん。6歳の時、バレエを習いたいと両親に願い出ました。YouTube でなんか見てて、たまたまバレエの動画が流れてきて、それを気になって見てみたら、目からやかせて踊ってたからいいなって思って、パパにバレエをやりたいです、頑張りますって言って。初めてなんか自分からやりたいって言ったのが初めて、それ以外何もなかったんですよね。いや、そうやって言われたらこれもいいって言うしかないでしょ。本当にもうお嬢様の習い事みたいなイメージで、なかなか習わせたくても習わせられるんだろうかって最初は思いました。両親と弟との4人家族、兄弟2人でバレエを習っているため、レッスン代は月に3万円以上かかります。舞台の出演費やコンクールの遠征費もあり、経済的な負担は少なくありません。プロのバレエダンサーを目指す娘のため、やれることはやってあげたい。自宅でも練習ができるように部屋を整えました。レッスンがない日も1時間以上自主練習をしています。そしてユナさんの努力はこんなところにも。これはバレエノートで、いつもレッスン終わった後とか注意されたこととかをメモしといて、次のレッスンの時に思い出すように使うノートです。バレエを始めた時から欠かさずつけているノート、そこにひときわ力強い文字でコンクールへの意気込みが。
11歳が世界への切符をかけた挑戦をしようとしていました。そこに行きたいですね。なんでバーモントができるんですか？どこのですか？そう。山田優奈さん11歳、若手バレエダンサーの登竜門ユースグランプリの日本予選に向け最終調整をしていました。世界大会は毎年アメリカで開催され、優秀なダンサーには世界各国のバレエ学校から奨学金が授与されます。去年優奈さんはクラシック部門で1位に輝き、ドイツとモナコへの短期留学を叶えました。先生に言われたこともちゃんと直して、自分で考えたこともちゃんと発揮できるような舞台になるように頑張ります。迎えた出発の日、日本予選が行われる兵庫県へ。全国から9歳から20歳のバレエダンサー1000人がエントリーした日本予選。いよいよ勝負の時。264 Yuna Yamada Satanella。 舞台出る前は緊張したけど、やっぱり舞台出ると楽しくて、なんか緊張は解けて、緊張よりも楽しい方が多かったです。ユナ・ヤマダ第1位。結果はクラシック部門第1位。そして想像していなかった嬉しい出来事が待ち受けていました。1位よりもやっぱり年間スカラシップの方が嬉しかったです。ワクワクするっていうか、本当にもらったんだなみたいな。念願のモナコ王立グレースバレエ学校に1年間留学できる奨学金を獲得したのです。日本予選では異例のこと。成績が良ければ18歳で卒業するまでモナコで学ぶチャンスも。世界を舞台に、11歳のバレエダンサーの夢は広がります。自分らしい踊り、自分の個性っていうか、その研究した結果みたいなのを出せる踊りをしたい。ユナだけにしかできない踊りをしたい。